はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ハオーリュウザークです。さあ本日なんですが、ちょっと活躍させたいというか使いたいモンスターがいましてですね、このハオー天竜オットワイズアークレイドラゴンというモンスターと、あと使いたいカード、このねハオーリュウの奇跡っていう、まあ、このカードを今日は使っていきたくてデッキを組んできました。ハオーリュウデッキなんですけど、基本的にはあのギミックとしてはこの覇王天理オットワイズアークレドラゴンさんがこれ何するかっていう話ですね。これは、P 効果は、自分の P ゾーンにカードが2枚存在している場合、このカード特殊召喚できますよっていう効果で、その後、自分の P ゾーンのカードを1枚デッキに戻して、草デッキに戻ったら、そのモンスターを特殊召喚条件無視して特殊召喚できますよみたいな効果になってまして、これペンデラムスケール13っていう、なかなかのスケールになってますね。まあ、大体どのモンスターも出せるよというところで。で、アークレイと、要はザークをなんかペンデラムスケールとかに置いて、で、ザークをペンデラムスケールから戻したらザークも出てきますよみたいな、そういう感じのなんか使い方になってますね、一応ね。でね、オットワイズアークレドラゴンさんのモンスター効果は、まあ、ザークと同じ条件で基本的には融合召喚できますよと。で、ルール上、ハオリュウザークとして扱いますよという。まあ、だから、エクサデッキに、まあ、ザークとオットワイズアークレドラゴンさんは、合わせて全部で3枚しかいらないっていう感じですね。で、エクストリッキの裏側のこのカードは融合召喚および以下の方法で特殊召喚できると。自分のフィールドの、闇属性レベル12の、覇王竜ザーク一体をリリースした場合、要は普通にこっちの、要は一般的な、もともといたそのこっちのザークをリリースすると一応出せますよという効果になってます。で、このカードがエクストリッキが特殊召喚成功したらデッキから P モンスターを1体、P ゾーンに置きますよと。いい効果とモンスターとのこの方が返されたら、P ゾーンに置きますよという、まあ、ザークと同じような効果ですね。で、まあ、テキスト読んでもらったら分かる通り、まあ、別にこいつがそこまで強いわけじゃないんですよね。はい。まあ、もちろん、例えば、覇王竜の、魂とかで出てきた、一応その、これとかで出てきたザークは、まあ、強制退社しちゃうんで、それを回避するためにこっちに変換するとか、いう動きはできるし、あと一応特殊召喚に成功したときに、ペンデラモンスターを P ゾーンに置けますんで、また極光の魔術師を置いたりとか、なんかそのキモい動きみたいなのができるんですけど、まあ、今回はですね、このオットワイズアークレイドラゴンさんを、ザークを爆破して出すっていう動きをしたくて、このハオーリの奇跡っていう、カードを採用してます。これどういうカードかっていうと、まあ、別に強くはないですけど、このカード自体が。ハオーリのザークが存在している場合、以下の効果から一つ選択して、発動できると。ハオリュウザーク1枚破壊して、デッキ草デッキから、オットワイズ P モンスターが光属性のハオリュウザーク1体を、召喚条件を無視して特殊召喚するっていう効果ですね。これを使っていきたい、今日は。で、ハオリュウザークっていうのは破壊されると、ペンデラムスケールに置かれる効果あるんですけど、このペンデラム効果結構強いんですよ。このカード P ゾーンに存在している限り、相手のフィールドの融合シンクロエクシスモンスターの、効果発動できないっていう効果。と、あと、ドローフェーズ以外で、デッキから相手の手札に加わったカードを爆破できるっていう効果ですね。これ1に結構強くて、まあ、ちょっと今リンク環境なんで1番が刺さるデッキがそんなに多くなくてあれなんですけど、まあ、例えば楽園であるとか、まあ、ピュアリーであるとかそういうテーマであれば結構このカードのこの P 効果だけで死んでくれるんで、まあ、それをちょっとこれを狙っていきたいなと思ってます。で、ザークを破壊する方法として採用しているのが、ハオリの奇跡ですね。で、これがあることによってハオリのザークを破壊しながら、ハオリのザークをペンダムスケに置き、覇王天竜オットワイズアークレドラゴンが出せるということなんですね。はい。で、しかも、まあ、覇王竜ザーク扱いなんで、P スケールに置いた、ライトブルームとかも、まあ、ポン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 前に出てきて、で、しかも覇王剣竜みたいな、クリアウィングも出てきて、なんか結構やっぱ覇王竜ザークごっこみたいなのができるんで、まあ、ぜひね、そういうのが好きな方は、試してみてください。やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。あー、なるほど。なるほど、龍一。これちょっとダークブルーム行くしかないね。で、ダークブルーム効果発動だね。これちょっとスケールが2個しかないだからね。こういうときちょっとね、通りそう。あ、通りそう。やった。熱い。激熱。これちょっとゼロ張るしかないな。で、一旦、覇王門の魔術師出しに行くしかないですね、これは。はい。スターブベノムを送りまして、で、覇王門魔術師特殊召喚効果発動を、謎カードサーチ、こっち。これでこっちサーチしてんのだいぶやばいけどな。これでこっちサーチしてんのだいぶやばいんだけど、これはちょっとですね、これエレクトラもドローで、なんかスケール上かし、下、まあ、上か。上を持ってきてくんないと、ビヨンド・ザ・ペンデラム行く羽目になりますね。で、ヘビーメタル・フォーズ・エレクトラム効果。で、ハワモンゼル爆破して、アストロガフ持ってきて、で、アストロガフ効果発動と、
エレクトロの効果でこれでね1枚上スケなんか持ってきてくれるとめちゃくちゃ嬉しいな。まあ、下スケはねこれアストログラフの効果で持ってはこれるんで一応破壊しておいたからこれ2枚入れてよかったね。でこれでエレクトラム効果でそうか。まあじゃあビヨンド行くしかないな。おとなしく覇王竜の奇跡のところで上助持ってきといたらこんなことにならないんですけどね。まあどうしてもねちょっと覇王竜の奇跡を使いたいのでしょうがないです。これはもうはいちょっとやりたいことがあるんですよ俺は。ちなみにこれで2ミリ踏んだらマジでほんとおつやだけどな。違うんだ俺は。いや俺にはやりたいことがある。うお行くぞペンデュラム召喚揺れの魂のペンデュラム天空に掛け光のマークペンデュラム召喚。あーいいです。これどうしようかな。これガチでやばい。これ魂のセットセットエンドかもしれん。絶対もっと盤面強くできるだろ。ちょっと覇王竜の奇跡を使いたいんですよ僕は。これでさストレイピュアリーストレート OK。 ピュアリーもね最近結構強いですよね。なんかあいつがねあのチビノワールが実装されましてね。あピュアリーか。ピュアリーはまあいいか。まあ、ちょっと変身される前に全部パシャリキャイな。はい、でピュアリーリリーと増殖する G と、タカーナ、まあ、これはまあ仕事しない方の犬ですね。はい、ちゃんと餌あげてる。餌あげないとこれあれだよ、反抗期起きるからね。これちょっと増殖する G 打つよ。一旦増殖する G 打つけどいいね。通るね。はい通る OK。 ちょレベル1、2体並んだらちょっとさすがにやばいかな。打たないと。まあただ言うてで覇王天竜の魂があるんで、まあ、全部っぱは通るんで、まあ、これも別に最悪。まあ、こう言っちゃったらでも手数減るか。これ多分ね、これで全部っぱしたら多分かなり手数減ると思うから、これ結構強いぞ、多分これ。これこうすんじゃん。で、まあ、ピュアリーの効果無効にしました。で、レベル1を処理後、覇王天竜の魂の効果を発動。アストログラフをリリースし。ペンデラムドラゴン、シンクロドラゴン、じゃこちらエクシーズドラゴン、フュージョンドラゴンの魂をゲームから除外し、現れろ、今この世界を一つに、ハオリーザーク、統合召喚、そしてハオリーザークの特殊召喚成功時効果、相手のフィールドのカードをすべて爆破する、ババババ、つえ。バリツエマイフレンドっけ。マイフレンドっけっす。しょうがないっすね。マイフレンドはいいでしょう。いつも輝いていたね少年のまま瞳のマイフレンド。いやこれちょっと待って、これでも手数足んないと思うんだよね。もうでもう一体出てきたらそいつをあの覇王剣竜でぶち壊すから。でデリシャスメモリーオッケー。デリシャスメモリーオッケー。っていうかピュアリーこれ冷静に考えたら覇王竜ザークのペンデラム効果なんか適用させたらもう何もいけないでしょ多分。デリシャスメモリー効果で、まあ、一応黒出てくるよね。で黒特殊召喚で効果発動します。でなんか適用に持ってきます。でここで覇王剣竜ライトブルームのモンスター効果、覇王竜ザークとペンデラムモンスターがフィールドに存在する場合、相手がモンスター特殊召喚に成功した場合にペンデラムスケールからびっくりして前に出てくる効果、そして前に出てきた後に追加の効果を適用します。これなんだっけ。この追加の効果ってなんだっけ。これ回収、あ違う追加効果など適用しない。そしてその処理後特殊召喚に成功した覇王剣竜ライトブルームのモンスター効果、エクストラデッキから覇王竜の魔術、覇王門の魔術師を回収し、その後シンクロ召喚を行う。うおーダークブルームとダークルブルーにライトブルームをチューニング、熱い、このシンクロ召喚熱い、いけ覇王剣竜クリアウィング、シンクロ召喚、シンクロ召喚に成功した覇王剣竜クリアウィングの効果、相手のフィールドの表が表示モンスターを全て破壊する、熱い熱い、なんて強いんだ。ちょっと覇王竜の奇跡使わなくても勝てるよこれ。覇王竜の奇跡使わせてなかった。
ちなみにハオリの奇跡はね、あのハオリウザークを爆破して、光属性のハオリウザークを出すっていう効果なんですけど、ちょっとかっこいい動きするわ。ハオリウザークで攻撃、さらに俺のバトルフェイズは終了してないぜ。ハオリの奇跡の効果、ハオリウザーク一体を破壊し、光属性のハオリウザークを特殊召喚、現れよ覇王天竜オットアイスアークライドラゴン。かっこいい、なんてかっこいいんだ。覇王天竜ライトブルームのオンスター効果、そしてちょ、まあ、一応これ発動するか。ハオリウザークは一応破壊されるとペンデラムステージに置かれるという効果があるが、今はもうそんなことはしなくてもいい。うおっ、ライトブリームをペンデラムスケアにさらにセッティングし、うお、いけ、アークライパーンチ、いいよ。対戦ありがとうございました。やべ、なんかやりたい動き完璧に決まった。これは完全に採用。あー、割と手札は強そうだけど、まあ言うて G 受けクソ悪いまあちょっと覇王天竜の魂でね、あの止まれば一応なんとかなるんで、まあその辺目指していきましょう。あ、オッケー、通りそうだね。これまあ G 受けクソ悪いって言ったけど、クソいいかこれ。逆に言うとこれ覇王天竜の魂が入ってる時ってまあすげえ G 受けいいんだよね、あのデッキの中に。まあちなみにザークとかのあの入ってないとあのクソ悪いんだけど、これは逆に超絶自由系いいわ。通るよこれ。あ、通った、 OK で覇王天竜の魂を一応回収しまして、まあ一応ちょっと展開できるから伸ばしに行くか。これでエンドしてもなんならあのいけるからね。これ妨害としては非常に、ライトボールも引いてるし。でじゃあ、アスログラフで、ペンデラムスケールにライトボールもセッティングして、で、ヘビーメタルフォーズエレクトロンの効果発動して爆発させる。で、アストロガフ回収して、アストロガフ効果。これ、ウーサまでいけるかな、多分これ。ウーサボルテックスからまでいけそうだね。アストロガフの効果発動する。で、アストロガフ出てきて、ライトブルーム持ってきて、まあ、ハオモンの街でもいいんだけど、まあ、これは上スケール持ってこないといけないから、デッキからライトブルーム持ってきて、で、1枚ドローする。あー、まあ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 。で、一旦エクシード行く、はい、エクシード行く、エクシード効果発動する。これハオモンのマジシも使っちゃってるから、アストロガラフ回収する。でライトブルームペンタムスケールセッティングで、エクシードからのウーサーかなー、これは。エクシードザ、ペンタムの効果発動する。マストロガラフ出す、ウーサー出して一応2ビルケアする。でここからまあペンデラム召喚で誰出すか問題が発生するって感じだな、多分。でウーサー出す、まあ、だから2ビルのチェーンねえから、まあ別になんかウーサー出して2ビルケアする人もあんまない気がするけど、はい、まあ、一応ね。でここからまあ誰を出すかを慎重に選ばないと奇跡が打てないから、揺れろ魂のペンデラム、天空にかけ光の枠ペンデラム召喚、現れよ俺様のモンスターたちよめっちゃくちゃ出てきた。で、覇王権利ライトブームの効果を発動するで、ライトブームによって覇王門の魔術師を回収、シグションがしない。これでですね、いやこれ無限紅葉ちょっと伏せられないないやちょっと無限紅葉伏せる場所なくてくさ、バレルロードサベージュラゴンの効果を発動、自分のうちのパル、エクシードザ・ペンデラムを装備して打点4000にしていく。いやこれだって天竜と奇跡セットしたいもん、やばい、ちょ無限包囲を意味なかったまずい、まあ、スカレーの相性がよかったなこれ。いやでもさすがに何でも向こうの方が強いからな、ちょ何でも、いやマスカレーの方がよかったから、まあ、無限包囲マスカレーなんで、まあ、でもマスカレーの素材ねえか、マスカレーの素材ないか、これでいいな、マスカレーの素材はない、この奇跡とあのライトブルームの動きをしたい場合ないから、うん。これちなみにね、ペンタルのスケール開けないとね、あ、これ楽園かな、リーステッド。まあ、ドラゴンリンクも一応あるのか今、知らんけど。あー、プレデターフュージョンドラゴンは一応ちょっと残しときたいんだけど、まあ、融合素材には一応オットアイズ使えるからまだなんとかなるか。あー、サロニーもいいんだね。はいはい、OK です。まあ、プレデターフュージョンドラゴンは最悪除外ゾーンに置いてありさえすれば覇王天竜一応受けるんで、多分大丈夫だと思います。はい。でビーステップサロニール、
まあ、そのためにね、こういうことの、あの時のためにフュージョンドラゴン墓地送ってるからね。エクシーズドラゴンとかじゃなくて、エクシーズドラゴンとか本当いないから。いいわ、エクシーズドラゴン。ルベリオン、はい。いいよ。いやルベリオンは獣置かれるもんな、これ。ちょっと獣は止めないといけないか。ちょっとは手数多いな。ちょっと自重してほしいな。ちょっと自重してほしいな、それ。まあ、うさか。獣で結局割られちゃうんでね、置かれて。なんで、まあ、どっちにしても無効にしないといけないですね、これは。さあ、うさぎで無効にしていく。いや、これ、天竜どこで打つかだな、あとは。うわ、出たー。聖女クエム来たー。いやー、マジかー。これ、天竜現地取っても間に合わないしな。あっちのターンだから、向こうチェーン1になって、チェーン2になって、あ、でも間に合わないか。アレバスでしちゃうな。これちょっとアレバス出てくるのマジめんどくせえな。アレバス出てくるのマジめんどくせえ、やばい。クロゴリュー、アルビオン。これなんとかして、ハオリュー、ザークをペンダラムスケールに送り込まないといけないわ。あのデッキ多分融合テーマだから、基本的には。なんで、まあ、ハオリュー、ザークのペンダラムスケール効果はめっちゃ効くと思うんですよ。あー、なるほどね。で、起源の効果使って、ドルイドブルーム、なるほど。で、融合モンスターウォッチを送りながら、回収か。なるほど。カルテシア、オッケーっす。カルテシアも出てきちゃうね、これ。あ、クエム効果。アルバス。あ、でもそこで出してくれんだったら、出てきて、まあ、出てきたやつの効果止めればいいか。出てくる。で、手札捨てて効果を、まあ、バレロール止めるしかない。効果使わないこと考えてんのか、相手。そういうことか。あー、そういうことか。じゃあ、この処理後。覇王天竜の魂の効果。アストロガルフマジシャンをリリースし、エクストラデッキから。ハオリウザークを統合召喚。クリアウィング、シンクロドラゴン、ペンデラムドラゴン、エクシーズドラゴン。まあ、これはもうしょうがないから、ボルテックス行くしかないね。で、融合召喚。現れろ、ハオリウザーク爆弾成功時効果。相手のフィールドのカードを全て爆破する。うおぉ、ドラッバババババ強い。バババババこれは来たぞ。そして相手がモンスターを特殊召喚。よし、カルテシア来た。カルテシアの特殊召喚成功時にぶち込んでやるぜ、俺様のライトブルームの効果をな。これはめちゃくちゃまた綺麗に決まってる。これやばい。これあまりにも美しい。で、覇王剣竜ライトブルームの効果。覇王剣竜ライトブルームは覇王竜ザークとペンデラムショック、ペンデラムモンスターがいる場合、ペンデラムスケールからビックして出てきて、そして追加の効果はだから適用しない。お前毎回毎回うるせえな、追加の効果適用しないんだ今。そしてライトブルームのモンスター効果、エクストラディックからカードを1枚回収するぜ。そしてハオリの奇跡の効果も発動する。ハオリューザークを破壊し、光属性のハオリューザークを特殊召喚。現れろ、ハオ天霊オットワイズアークレイドラゴン。さらにライトブルームと、あ、ちょっと回収すんのはこれ。ちょっと時間ないやばい。ダークブルームと、ライト、ダークルームにライトブルームをチューニング。シンクロ召喚。現れよ、覇王剣竜、クリアウィング。シンクロ召喚成功時、相手のフィールドのモンスターを全て、破壊する。いや、効果多い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 って。覇王リューザークの効果。覇王リューザークは、破壊された場合、ペンデラムスケールに置かれる。そして、このモンスターがペンデラムスケールに存在する限り、相手のシンクロ、エクシーズ、ペンデラムモンスターの効果は全て、無効になる。つまり、貴様の融合モンスターは全て無力化するってことよ。今こそ世界を一つに、時間がないぜマジで時間ね。このデッキマジ時間ねえんだけど。楽融合通すわけねえだろ、バカだれ。通すわけなかろうもん。帰れマジで、ほんまに帰れ。もう打てねえだろさすがに。はいカルテシア、お前いいだろ。そんなあれ、もちろんモンスターの効果は一応起動できるから、いいだろう。
アルビオンの効果起動して赤の楽園な。あーいいだろ。さ、赤の楽園の、あ、お前、お前カード手札に加えたな。お前発動破壊しろ。ハオリザークの効果、相手が効果、あのドローフェーズ以外でカードを手札に加えた場合、そのカードを爆発することができる最強効果。やばい、赤の楽園。まあでも融合モンスターは大体効果無効なんで回してください。このハオリさん、ハオリザークさんのペンデラム効果はマジで強いんで、本当にこれ融合テーマとかそのエクシステーマに対してのハオリザークさんのペンデラム効果マジでぶっ刺さるんで、これ本当にこのマジで問答無用。あー、アルビオンか、オッケー。アルビオン融合召喚、まあそいつの効果はちなみに無効ね。ちな無効、その効果は。はい、あれ融合効果は悟ったか。一応出すか。これペンデルム召喚スケールが揃ってなくてできなくて草スケール揃ってなくてできなくて草生えた。やばい、助けて。あ、メルクーリエどうぞ。はいはい、あ、OK です。で、あとの残り1枚が確かドルイドブルームだっけ。あれちょ、覚えてないけど、まあ多分もうこれで大丈夫ですね。何が起きても。バトルフェーズ。さあ、覇王剣竜クリアウィングで、貴様のモンスターに攻撃するダメージ計算時、お前のモンスターを破壊して2500ポン。強すぎ。うわ、いけ！おっと、アイス！あー、クレドラゴン、ダイレクトアタック！くそ、かっけえな、これで、っけマジで。余計な展開めっちゃ多いけど。うわーい、スピードロイドベグマックスだ。うわーい、これそういえばマスターデュエルだけなんか3枚使えるんですけど、あの OCG の方ではそろそろ使えるようにならないんですかね。ベグマックスとか、あとデモンスミスみたいなモンスターとか召喚権使わないモンスターズができると思うんですけどねベグマックスとかさ、デモンスミス3積み全部してさ、で全く召喚権使わないで動くさ、アルティメット召喚権未使用デッキみたいなやつ作れると思うんだけどな。どうだろうね。まあとりあえずゼンマイデッキなわけないから、まあこれはクソデッキということで、まあ親顔ムーブと言われてるやつですかね、多分ね、これね。はい、4素材ダラン効果発動する、魔法トラップカード1枚手札に加えるという効果。これ何加わるんですかね。シャドウトゥーン、いや分からん、何そのカード知らん。いや、ろくなデッキではないことだけは分かった。コーディネラル、分かりません。コーディネラルですか？なんかちょっとコントロール入れ替えしてきそうだな、これ。ちょ、分かんねえなー。何してんだ、こいつ。レプリオンのモンスター2体でオーバーレイ？レイダーズナイト？オッケー？レイダーズナイト？やばいじゃん。アリメでも出すんだか、これ。サイレントオビー？何？これあれじゃん。あの、相手に送りつけた参戦の際起動できるやつじゃん。強制効果だから。強制効果で、なんかその、相手にドローさせるから、相手が効果発動しようと思って参戦の際起動できるというね。サイレントオービー君、裏テクニックね、これ。いや、で、出たわ、これ。やばい。アリベ、これ、打点上げた後に俺にくれるってこと、これ。そういうことか。11200になって、まあ、コーディネラルでなんか知んないけど、いただけました。ちょっとわかりません。何がしたんでしょうか。トゥーンキングダム。トゥーンワールドってことね。はいはいはい、ちょっと待って。何これ。ちょ、分からん。いや、何ちょ、今テキスト読んでるところでしょうか。いやー、その表が表示モンスターの攻撃力のダメージを相手に与える。何これ。何これ。